おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ3377です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後もね言ったと思いますけど、今回ですね、過去にね何回もね紹介しておりますスネイルシェルですね、そちらから新しいやつが出たということで、こいつをねちょっとやっていきたいと思います。それがこちら、じゃんと、はい、こちらですね、スネイルシェルのロゼッタ輪列、多分輪列でいいと思いますね。こいつをねやっていきたいと思います。で、登場作品に関しましてはね、ここに書いてあるんですけど、パニシングクレイレイブンですね、そちらからとなっております。ただその作品から今まで紹介しているのは、前回やりましたアークテック、あちらの方ではね何体か出てるんですけど、スネイルシェルからは初と、なのでサイズ感が合わないんですよね。アークテックは8分の1で、こいつは書いてあるとこうね12分の1となっておりますんで、こっちの方がちょっとちっちゃいんですよね。なので今までのやつをね並べると違和感が出るので、できることなら一つのメーカーまたはねサイズを統一して出していただきたいところですね。以上ね、こちらをやっていきたいと思います。でも、まあ、パッケージを見ていただくと分かる通りなんですけど、今までスネイルシェルシリーズ結構買ってきましたけど、箱一番でかいですね。今まではだいたいこれぐらいの箱がねあったと思いますけどね、それのね何倍にも大きいね、そんな感じの箱になっております。はい、とりあえずねパッケージはこんな感じで、ここのところがねちょっと特殊な加工になっておりますよと。で、横を見るとちょっと分かりづらいとは思いますが、一応こんな感じですね。ここのところにまあロゼッタ本ですねがおりますよと。で、裏を見ましてね、ここの部分がまあこうなっておりましてね、本体はここにおりまして、この辺がね外装パーツのかな、一応こんな感じで、セット内容がここにありますよと。で、まあここのところですね、下のところ、多分これシールですね、になっておりますけど、日本向けにね、こんな感じで日本語のやつが入っておりますよと。メーカーはスネイルシェル、12分の1、サイズは18センチ。商品名は、パニシンググレイレーブン、ロゼッタ輪列となっておりますと。で、まあ代理店というかね、そんな感じになってるのがアミアミとなっておりますよと。なので、海外版というかね、それだとね、どっかで買えるとは思いますけど、こんな感じでね、ちゃんとね、代理店的な感じで売ってるのはね、アミアミとなっておりますので、欲しい方はね、そちらから買うようにしましょう。で、さらに横ですね。まあ、ここの部分は先ほどとね、同じような感じかな。で、あと上ですね。上がこんな感じで、あと下となっておりますよと。はい。まあ、ボリュームすごいことになっておりますけど、早速ね、開けていきたいと思います。一応、こちらのですね、ここの部分に封がね、されておりますんで、ここから開けていきましょう。では、レッツ。オープン。はい、箱から出したのがこの形となります。ロゼッタ本体と、まあ、外装パーツとかね、その辺が入ってきておりますよと。で、ここに表情パーツが入ってて、眼球をね稼働させるための棒ですね。で、ここに手首パーツ、武装パーツが入ってきておりますと。で、こちら2段式のケースですね。もう一段後ろに入ってます。で、ここですね、こちらのところしっかりとね封がされておりますんでね、ここの部分がね切れてるようなやつはまあ正規品じゃないみたいなね、そんな感じのものかな。はい。で、裏面がね、こんな感じで、武装パーツの次がね、こういう風に入ってきておりますよと。なんかこの辺で、ね、コード関係があったりとかね、こちらのね、クリアパーツの羽とかね、ちょっと小さめのパーツがね、チラチラと入ってきておりますよと。で、説明書の方がね、こんな感じでね、袋に入ってきておりますので、ここの部分が完全に封がされてますね。ペリッと開けるタイプじゃないですね。はい。まあ、一応こんな感じでね、説明書も入ってきておりましたので、早速ですね、こちらね、パーツ一式ケースからね、ざっと出してしまいたいと思います。はい、パーツ一式準備できました。こちらがベースですね。で、クリップパーツと支柱、表情パーツ、手首パーツ、交換用の腰パーツですね。で、この辺に武装パーツとかがありまして、ロゼッタ本体という風に用意してあります。とりあえずボリュームがすごいことになってるんで、ギジギジにね、詰めてますけどね、なんとなく収まったという感じになっております。まあ、各パーツがね、結構でかいんですよね。この辺のね、ボリュームもそうなんですけど、これがね、めちゃくちゃ長かったりとかするんですね。一応この感じのね、パーツがいっぱいありますよと。で、説明書がですね、こんな感じに、ね、なっておりまして、スネイルシェルのロゼッタ輪列となっております。ちなみにこっち面ですね、多分このまま進むと外国語っていうかね、こんな感じになってますけどね、こちら側から見ると日本語になっておりますんで、これでいきましょう。パニシンググレイレイブンロゼッタ輪列となっておりますと。で、ペラリとめくった1枚目ですね。このところが注意書き。QR コードでね、チェックしましょうとかなっております。で、セット内ですね。本体があって、腰パーツ、表情パーツがね、一応こんな感じのパーツがあります。で、ちなみにここのですね、L と M。これと眼球をね、動かすための棒ですね。あと手首ジョイント。
こんなところに載ってますけどね、一応こちら予備がありますのでね、破損とか紛失しても大丈夫な仕様になっております。で次のページも武装ですね、の続きですね。エフェクトパーツというか羽なのかなっていうね、あと手持ち武器っていうかね、こんな感じのものが入ってきております。で表情パーツの交換方法に関しましては、前髪外して交換しましょう。眼球の可動ギミックは付属の棒ですね、こちらの部分を使って動かすと。で多分最初のうちは硬いと思うので、綿棒かなんかでねグッと押し込んで癒着している部分をね剥がすような感じにした方がいいと思います。腰部分のジョイントの取り扱いですね、一応ここの部分がこういう風に稼働するとかね、上半身下半身を分離するためには、分離する際には片手は必ず腹部の下の方を掴んでくださいと、変なところを持つと壊れるみたいなね、一応こんな感じにしましょうとかね、ここの部分がこういう風に動きますよと。この状態だと分かりづらいですけどね、この真ん中の四角い突起ですね、ここの部分がグイッと入って内側にね入っておりますんで、一応こういう風に動くっていう感じになってるみたい。で足ですね、こちらの部分に関しましてはね、延長機構があったりとかするみたいですね、この部分をガッチャンと動いてるみたいです。ちょっと分かりづらいですけどね、一応こんな感じで。次のページ行きまして、とりあえず組み替えですね、かかと部分をね上に持ち上げるとかね、そんな感じかな。で専用パーツを挟んであげてウイングを展開できる。リード線に関しましてはね、こんな感じで取り付けることができるとか、あとはここですね、開くことができるとかね、あと武装パーツの組み付けですね、こちらのアタッチメントパーツをつけてこういう風に展開しろとかね、一応こんな感じだったりとか、グングニルの射撃状態を再現した専用パーツに変えることもできますよと。で、あとは武器の組み替えっていうかね、取り付けに関しましてはまたね、前腕の一部に組み付けてとかね、で、あと手で保持させるとかって感じかな。で、ジンバ型機体ユニットに関しましては、お尻ですね、のところに穴があるので、そこのところにブスッと刺すと。で、テール部分も稼働しますよ。この辺が動くとかね、一応こんな感じ。で、こっち目のね、海外の方の言葉の方に移るという感じになっておりました。はい。内容としてはこんな感じなんでね、早速ですね、この辺を軽くずらした状態にして、まずはこいつですね、本体からいきましょう。12分の1とはいえ比較的ね大型になっておりますよと。はい、とりあえず正面がこうですね、で横ですよ、後ろ、反対側、そして上となっております。早速可動範囲、とりあえず頭部に関しましては左右に動かすことができますが、肩アーマーというかね、ここの部分が当たるので多少調整しなきゃいけないかなと。ただこうですね、頭部の引き出し機構とかありませんので、ね、どうしても当たるのでいろいろね気をつけなきゃダメだと思います。一応この辺ね、上にグッと跳ね上げるとかね、ちょっと逃がすようにした方がいいでしょう。で上がこんな感じ、これでも一応上です。下ですよと、下はいいんですけどね、上はほとんど動かない感じね。後ろ髪のここの部分は独立でね動かすことができるようになっておりましたと。で前髪外して表情パーツを外すとこんな感じですね、ジョイントがね全く見えないですね、完全に埋まっております。なので可動域は狭いっていうね、できることならこの状態だったらね、首の部分が動くとかね、何かしらの可動ギミックがあってほしかったかな、ちょっと狭いかな。はい、一応こんな感じで、まあ表情パーツはね他のやつと同様に眼球の可動ギミックが採用されているものになっております。腕に関しましてはこちらですね、肩アーマー部分は独立しててね、横の振りとか接続点ちょっと分かりづらいと思いますがね、ここのところにアームがありますんで、ここの部分を利用して前後とかの稼働ができるというふうになっております。で腕自体は単独でねつながってる感じかな。一応こいつはボディ側から伸びてる、多分ダブルボールかな、そこのところにこの肩アーマーがね途中でパチッと挟まってる感じになってますね。一応ここでグリグリで、二の腕のアーマーパーツもここで多少動かすことができますよ。肘はね、ロールさせることができて、多分二重関節。なので、ここまでね、深く曲げることができましたと。で、あと手首パーツはジョイント式ですね。今現在めちゃくちゃな方向を向いてますからね、この部分で動かすことができると。ただ最初のうちね、いろいろ硬いと思うのでね、下手にやるとボッキリいきますんでね、十分気をつけましょう。で、左右共通となっております。ボディに関しましては、腰ですね。ここのところでのスイングと根元のボールでグリグリ、ここのパネルですね、こちらの部分のパネルが一応上下にねこういう風に稼働するようになっておりますんで、ここの部分をね利用することによって多少ね干渉を回避させることができるという風になっております。でボディに関しましては、てか腰はですね、ここの部分でまあ上かな、この辺で多分スイングさせることができると思います。はい、一応こんな感じでねグイッと今反らせてみましたと。で、あと中の機構ですね。これを利用することによって、こんな感じで、内側にすることができますよと。ただ、この状態ですね。適当にやりますと、ちょっとわかりづらいと思いますけどね。
この中心のここにマーキングみたいなのがありますんでね、ここの部分が胸の内側のね、ここのところでね、ガリガリっといってしまいますんでね、動かすときには十分気をつけましょう。はい。で、サイドアーマーですね。ここの部分が、こうね、上に跳ね上げることができます。まあ一応接続点はボールなんでね、多少グリグリ動かすことができますよと。フロントアーマーとかの可動は特になし、リアアーマーはありません。足に関しましては股関節部分で一応グリグリ。まあちょっとわかりづらいですけどね、ここの根元ですね。ここ。それと、こっちのね、内側のところと2箇所で動いてくれるんでね、可動域自体は広い。ただ、ももアーマーというかね、ここのパーツが結構ね、大きいので、若干干渉源になるかなと。で、足自体は、ここでのロールが効きますよと。それと、引き出すことによってね、こういう風に引っ張り出すことができるんでね、ここの部分でさらに大きくね、稼働させることができると。ただ、強度はね、ちょっと下がってしまいますんでね、ここの部分はまあ、ほぼほぼ使わないかな。はい、一応こんな感じ。で、膝に関しましては、下のここだけではなく、全体的にぐーっと動かすと、パネルもね、一緒に稼働してくれると。こんな感じです。なので、太もものね、この辺をガッチリ握った状態で動かそうとすると、破損しますんでね。膝を動かすときには、こういうふうにね、下だけ動かすようにしましょう。そして、足首ですね。足首パーツに関しましては、ここで、ちょっとわかりづらいかな。一応、つま先の稼働とね、こちらの部分の稼働はありますけど、下の部分が多分軸で止まってるだけなので、横のスイングだけですね。この状態でのひねりは効きませんので、接地性が高くなるような感じでね、内側に寄せるだけという感じになっております。はい。まあ全体的にはこんな感じになっております。どうしても肩アーマーですね。ここの部分が、まあ今ね、思いっきり当たってね、頭部パーツが動いたぐらい、かなりギリギリにありますんでね。できることなら頭部パーツをね、1段階ぐらいね、上にグッと逃がす機構があれば、この辺ね、気にしなくてよかったのかなと。それ以外はですね、肘も二重関節ですしね、膝もしっかりと動いてくれるし、全体的なね、造形は結構ゴツゴツしてますからね、可動域はね、比較的広めになっておりますね。はい。とりあえず素体というかね、この状態の可動範囲はこんな感じ。で、台座に関しましては、クリップとね、ここのところにベース、あと支柱がありますよと。まあ、これ自体はですね、いつもと同じ感じでね、ここに支柱ぶっ刺して、で、あとここをね、ゴキゴキっと曲げてあげと。で、背中にね、穴がありませんので、こちらのクリップパーツをね、つけて立たせる場合は、腰を挟むしかないと。お尻のね、ここのところに穴がありますけど、これはですね、こいつを組み付ける時用のね、穴になっておりますんで、そこは使わない方がいいと思います。なので、こちらね、腰のパーツなしの状態で立たせるんであればね、まあ、クリップでね、こうやって挟み込んであげるしかないのかな。まあ、サイズ感がちょっと合ってないので、どうしてもですね、ガバガバになってしまいますけどね。まあ一応、組み合わせてね、立たせると、このような感じでね、台座を使って立たせることができましたと。はい。ではですね、次にね、表情パーツのお話ししていきたいと思います。表情パーツはここにですね、2つありまして、もともとついているやつが、まあ一応真顔かな。で、こちらがね、キリッとした感じかな。方向フェースまでいかない感じ。こちらもですね、キリッとしますけどね。こう見ると、こっちの方がキリッとしてて、一応こっちがね、方向フェースみたいなね、そんな感じになっておりますね。はい。こういう風に表情パーツがついてきております。で、これ自体は付属のですね、こちらの棒ですね。これを使って調整することができると。一応ね、わかりづらいですけどね、一応グリグリ動いております。これもですね、最初のうち硬い場合は癒着してる可能性があるんでね、ここのところ、眼球を軽く押してね、くっついてる部分を剥がすと。で、その時にね、綿棒とかを使ってね、軽くグッと押すと。これ力いっぱい押すとね、眼球すっ飛んできますんで、ね、十分気をつけましょう。硬い場合はちょっと押して癒着をね、解除した状態にしてあげましょうと。で、こちらの棒をね、使って動かすという感じになってます。で、こちらの棒はね、先ほども言った通り、予備がね、ついてきておりますんでね、最悪1個ぐらいなくしても壊しても大丈夫かなっていうね。まあ、あとはですね、これに合うような感じはね、ドライバーを使った方がね、いいと思いますけどね。まあ、一応こんな感じで表情パーツがありましたと。で、表情パーツの交換に関しましては、先ほどね、ちらっとやりましたけどね、前髪を外しましょう。で、表情パーツもね、外してあげまして、選択したやつをバシッと刺して、そして前髪を戻すってね、こういう風にしてあげると表情パーツの交換ができると。まあ、この状態、比較的ね、前髪が長いので、眉毛が隠れちゃってるんですね。なので、こちらがノーマル。で、こっちがね、キリッとしたやつに変えてますけどね、かなり分かりづらいと思います。変化が分かりやすくするんであれば、こいつですね、この口が開いてるやつ。これが一番分かりやすいと思いますよね。まあ一応こんな感じの表情パーツがございましたよと。ではですね、こちらのね、リード線というかね、これをちょっと軽くつけてみようかなと。で、これに関しましては、ここのですね、
細い部分、これねかなり硬いんですよね。普通の針金っていう感じになっておりますんで、ふにゃふにゃじゃないんですよね。比較的硬いので、先端ね手に刺さったりとかしないように十分気をつけましょう。背中に刺さるポジションはこっちのねプラパーツだと思います。でこのパーツ自体は背中のところにある穴ですね。これがですねちょっと分かりづらいと思いますが、背中をねよーく見るとね穴がね5箇所開いてるわけですね。でここと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 ここっていうね、そんな感じでね穴が開いております。でここの両サイドにねあるちょっと大きめな穴に関しましては、そうね羽ですね、それを取り付ける部分になっておりますんで、実際つけるっていうのがここですね。この5箇所につけると。でこっちのですねプラグ見たくなってる方ではなく、こっちの針金の方を刺すみたいですね。穴のサイズ感的にそうなっておりますんでね、一応つけるとこんな感じ、今ね仮に1本入れてみましたけどね、一応こんな感じでつけることができたと。これをですね必ず全部つけろっていう指示にはねなってなさそうなんですけどね、今仮にちょっとつけましたよね。一応こんな感じで全部ね5本ともつけることも可能となっております。ただこれつけるときに、先ほどですね先端ね手刺さる可能性があるんで気をつけましょうって言いましたけど、ここ結構ねむき出しになっておりますんで、ミスったときにギッていくとね傷だらけになりますんでね、取り付けるときには十分気をつけながらねスッとね狙った位置に刺すようにした方がいいと思います。はい、こんな感じでねつけることができましたと。まあちょっと安定感がないんでね、接着まではいかないですけどね、ちょっと軸をね軽く太らせるぐらいの方がいいかもしれません。一応こんな感じでね金属のやつつけてみましたよと。でそれ以外の羽ですね、それに関しましてはここにクリアパーツがあるんですよね。このクリアパーツを直接ブッとね刺すわけではなく、中間にねこいつを挟むと。でこれはこの状態でつけておいてもいいですけどね、まあ一応展開状態にするのが正しいみたいと。でこれ自体は開くことができるのかな。でちなみにここの根元ですね、ここの部分とここの部分、可動ギミックがあると。で色合い的にちょっと金属っぽいんですけどね、これプラスチックですね。なので力のかけ方によってはねバキッていくんで気をつけましょう。であと横ですね、ここは下がると。一応これが展開状態なのかな。でこの状態にしてあげまして、このクリアパーツをねここの所定の位置にぶっ刺すだけと。ここちょうどね穴開いてるんでね、ここの部分に負荷がかかるとここからボキッといったりとかねクラック入るんで気をつけましょう。であとこの状態でねここの軸部分を、先ほど言ったね5箇所以外の両サイドの穴ですね、そこのところを狙って入れてあげると。でこれがやりづらいんであれば、このエフェクトパーツはね外した状態にして、まずはこちらねキブパーツ単体ですね、これを入れると。それからひねったりとかしてね稼働させるようにした方がいいでしょう。はい、で今入れたやつ、これに関しましてはね両方にマーキングがね入ってるんで左右共通だとね思ったんですけどね、これに関しては根元のですね、先ほどねプラスチックって言ったこうですね、ここの部分がなんか曲がる方向が決まってるっぽいので、左右決まってるっぽいんでね、そこの部分十分気をつけてねつけるようにした方がいいですね。こういう風に動かしましたと。で反対もですね同じような感じで入れてあげると。まあ一回入れてるんでね大丈夫だと思うんですけどね、まあ一応こんな感じでグニグニっと入れて根元でグイッとひねるっていうね、こんな感じでねクリアウィングつけることができましたよと。まあこれこのままでもいいかな、まあ一応こんな感じでね展開状態させることができましたと。まあこれもね結構重量物とはね、重量物なんでね一応ね台座をつけないと厳しいと思いますよね。まあ一応こんな感じで背中にねウィングつけることができましたと。であとかかと部分の変形ですね、それに関しましては先ほどね軽くチラッとねやりましたけど、ここの部分上にね持ち上げることができますんでね、こういう風に持ち上げておくことが可能と。でこの状態でこっからさらにえいやって動くんではなく、根元ですねこうだけどね跳ね上げになっておりますね、これ以上動かそうとするとボキッといくんでね気をつけましょう。まあ後々のねモードの時にはねこれ上げておくのが正しいっぽいのでね、まあ一応こんな感じにねしておこうかなと。根元でさらに動いてくれましたね、一応こういう風にしておけば OK かな。はい、一応こんな感じになりましたと。ではですね武器関係のお話をねしていきたいと思います。まず説明書の方に載っているのが前腕についているパーツですね、それがこちらのブレードっていうかね、こちらの部分の展開ができると。まあちょっと見ていただくと分かるとね関節が結構弱いです。特にこのもものロールとね股関節部分がちょっと弱いんでね、補強とかはしておくか、あとは常にね台座にガッチリ固定しておいた方がいいでしょう。で腕のここのパーツですね、これ自体はこっから外すことができると。この状態からガッチャンで動くんではなく差し替え式になっております。でこれを取りましょう。これ外しましたら展開状態っていうのがこれですね、これをここにね
プスッとさせてあげることができるか。で、説明書の方だと、これ自体はもうちょっと角度がついてるんですね。なので、これ自体はちょっと外れたんですけどね。ここの部分は多少なりとも角度調整してね。まあ、こんな感じでつけておけばいいのかな。こういうような展開状態と収納状態ですね。これをですね、差し替えによって再現しているという感じになっております。で、あとはですね、ここのパーツ外しまして、ここのポジションのところに対して、こういうようなね、棒とかね、いろいろ組み付けていって、武装パーツをここにマウントするみたいなね、そんな感じになってるみたいと。ただ、ここに直ではなくね、こいつにした状態で組み付けるのが正しいっぽいですね。台座が結構軽いんですよね。なのでそこの部分がちょっとネックかな。ここのですね、非常に分かりづらいですけど、ここの根元にね、穴がありますね。こちらの部分に対して、このアタッチメントパーツをね、ブスッと差し込んで、他のパーツをね、マウントするって感じかな。一応ね、入りましたね。だからこういうような感じで中間にね、必ず入れていかなきゃいけないので、ここのパーツへの負担ですね、は結構あるのかなってね、思いますね。はい。まあ一応ね、これをこの状態にしておこうかなと。とりあえず本体の組み付けに関しましてはね、このような感じになっておりますので、あとは武装パーツの方ちょっとね、仕上げていきたいと思います。で、武装パーツの方の仕上げに関しましては、まずベースとしてね、こちら、スピア、シールド、合体用アタッチメントパーツってなってますけどね。一応こちらのパーツの横のね、穴のところに対して、こちらの軸が生えてるやつをブスッとね、刺せと。で、これがね、ここに入りましたと。で、今動いてちょっとびっくりしましたけど、これ根元ですね。これただ単に軸だと思ったら、これボールですね。なので多少の角度調整が効く感じになってますね。こうついて、ここでね、動いてくれるっていうね、こんな感じのアタッチメントパーツになっておりましたと。で、これが用意できましたら、これの上のこことここですね。この2箇所の部分に対して、こいつ、またはこいつと。一応これがですね、収納状態っぽく見えたんですけど、なんかこれがね、人型機体用シールドってやつですね。で、これ自体は変形させることができると。下の部分にこういうふうにね、可動軸が入っておりますよね。ここの部分でグイッと動かして、この X 字っていうかね、こういうような感じの変形ができるみたいですよと。で、まあこれ自体はこの白い部分ですね。これが一応後ろ方向にね、グインと伸びるようなイメージで、これをね、ここに組み付けろと。まあボールでパチンで止まるっていうよりも、太軸の一部でしっかりと固定されて、さらに後ろでグニッと止まるっていうね、そういうイメージかなと。ただこれ自体はね、先ほどちょっと動かしましたがね、この可動部分、このあたりを触るんで、入らないからといってね、この辺を押すと、この辺がね、壊れますんで気をつけながら、一応ね、こんなイメージで組み付けてあげると。で、あとこちらの下のここの溝っていうかね、こちらの部分に対して、これかな?これかな?あ、こっちですね。この二股になってるっぽいやつ。これを用意してあげまして、これをですね、ここにね、2箇所穴があるので、そこの部分を狙って、ブスッとね、ここに差し込んであげましょうよと。ギュッとね、こんな感じ。こうすることによって、スピア、シールド、合体用アタッチメントパーツって書いている、この状態。グングニルは、人型機体用シールドと合体できますっていう、これがグングニルっていうね、武器みたいですね。一応こんな感じでね、組み合わせることができましたと。そして、このパーツを取り付けるときには、組み付けておいたね、こちらのマウントパーツを腕のところのね、こちらのパーツのところに対して、ブスリと差し込んであげると。で、あとこれを前腕の方に組み付けてあげる。で、ここに対してね、グリップがありますんで、ここに合わせるように手首パーツをね、用意してあげて、組み付けてあげると。一応これですね、こちらの手首パーツ。これがね、この辺に引っかかるようにね、こうしてあげて、腕曲げてみたいな感じの調整をして、組み付けてあげると。非常に大きいのでね、ちょっとざっくりでいきたいと思いますけど、イメージ的にはね、このような感じで組み付けることができると。で、こちらのパーツに関しては、これをですね、先端だけ抜けるのかな。で、ここをですね、外しましょうと。で、これが外し終わりましたら、こちらのですね、開いてるやつに差し替えてあげると、射撃状態ではね、その状態になるみたい。で、それからね、こちらシールド展開するとかね、そういう風に組み合わせることができるみたいです。で、このパーツ自体は、先ほど言ったポジションですね。ここの裏を見ていただきますとね、こことここにありますけどね、こちらの大きいやつっていうのが、これと同じなんでね、多分これはこれでシールドなんでね、これをここにパチッとこいつ入れてあげて、ここのね、アタッチメント部分にこいつを組み付けてあげれば、こういう感じでシールドとしてね、運用することもできますよと。
あと、こいつがですね、入りそうな気もするので、多分これもこれでね、うん、入りましたね。これはこれでね、組み付けてあげればね、こういう風に展開できるタイプのやつっていうね、こういうような感じの保持もできると。で、今これね、組み合わせた形になってますけどね、これ以外に、こっちの大きいやつですね。これもありますので、これはこれでね、ここのところを使ってね、手で保持させることもできますし、あとはここの部分に、中間にね、この合体用のパーツをつけてますけどね、ここではなく、このジョイントパーツをね、直接、ここにね、穴がありますので、そこに設けてあげて、で、先ほどのね、こいつと同じ感じで、保持させるっていう風にすると、こういう風にね、組み合わせてね、保持させることができるという形になっております。一応武器の組み付けに関しましてはね、こういうようなギミックになっておりましたと。あとは、ジンバ型機体ユニットってやつを紹介して終了という形になりますよと。手首パーツの交換に関しましてはね、従来と同じでね、ジョイントから外してあげると。ただその時にジョイントパーツ予備はありますけど、比較的に小さいんでね、その時にボリッとやらないように気をつけましょう。で、こちらがですね、ジンバ型機体ユニットってやつですね。これに関しましては、根元のね、ここの部分の可動、それと上ですね、ここの部分の可動があります。そして接続用の、ね、軸がここに生えてまして、後ろ足というかね、ここの部分は根元のボールと、ここのね、跳ね上げ機構がありますよと。まあ、ここね、もともとシートがね、はまってるんでね、外す必要性がありますけど、一応こんな感じ。ここのね、ユニットごと回りそうに見えるんですけどね、ここ自体は回りませんね。一応こういうような感じのね、後ろ足パーツと。で、あとは、ここのね、関節がこう動いてね、こういう風にグイッと動かすことができると。これ自体はね、こういう風に収納してね、バックパックみたいになればね、それはそれでいいなってちょっと思いますけど、そういう機構はなさそうですね。で、ここのパネルパーツもこれごと動くっていうね、機構は特になし。で、これ外してね、武器になるとかっていうのもないですね。で、あとは、かかとの部分がね、動きますよ。つま先でね、この部分も、ロゼッタ本体とね、同じような感じの機構になっております。で、尻尾部分ですね。ここの部分が一応、自由に調整できると。ただ、根元ひねってるんですよね。なので、これ自体は全部ひねりを解除して、バラバラにするのが正しいのか、ひねった状態がね、いいのかっていうのはね、説明書の方ではバラバラになってるんでね、解除してもいいと思うんですけどね。まあ一応こんな感じのね、テールパーツっていうか、こういうのがありましたよと。で、取り付けるのはこちらの軸ですね。これをですね、お尻の部分にある穴ですね。このところに取り付けると。ちなみにパーツがですね、1個転がっておりますけどね。こちらのパーツ。これをですね、ここ外してあげてね、交換することによって、穴なしの状態にできますんでね。こちらの人型形態の時にするんだったら、こいつをね、運用した方がいいでしょう。まあ一応安定させるんだったらね、こちらの4つ足が一番いいと思いますけどね。で、お尻の部分にブスッと差し込んであげれば、これでね、ジンバ型機体ユニットとかね、これを取り付けた形になりますよと。まあ、後ろ足がつくんでね、一応安定感は出ますけどね、全体的な関節の硬さっていうかね、その辺を調整しておかないと、かなり厳しいと思いますけどね。一応こんな感じで取り付けることができましたと。まあ、あとこの状態でね、この辺をつけてあげればね、さらにね、良くはなると思いますけどね。一応こんな感じでございましたと。いかがだったでしょうかね。サイズ感は12分の1ということでね、今まで紹介してきたアークテックシリーズよりも小さくはね、なっておりますけど、ボリュームはね、かなりあると思います。武器パーツもね、大型ですごいことになっておりますしね、そういう部分は非常に良かったんじゃないかなと。武器のマウント方法っていうのも、ただにね、手にペッてつけておしまいではなく、専用のね、この辺のパーツにね、アタッチメントを設けて、組み合わせてね、いろんな形にできるとかね、人型形態の時用の台座があったりとかね、そういう部分は非常に良かったんじゃないかなと思います。ただ、開けたばかりっていうのもありますけどね、やはり関節がね、一部硬かったりとか、接続する部分のね、きつい部分が結構あったりとかするんでね、その部分の調整がね、十分必要だっていう部分と、あとは開けた段階で比較的関節周りですね、特にこいつのね、人型形態の時の、この辺がね、ちょっと緩かったりとかする部分があるので、自立させるまでも結構大変な感じがね、ありますんでね、そういうところの調整ですね、はしっかりとしておかないと厳しいと思いますけどね、ボリューム感があって、このキャラクターがね、好きな人はね、満足できる内容だと思いますんでね、気になった方はぜひともチェックしていただきたいと思います。ただこの商品、結構高いです。なのでそこの部分をね、覚悟してね、買う形になると思いますけどね、一度ね、触れてみるっていうのもいいと思います。はい。ということで今回ですね、スネイルシェルのロゼッタ輪列、こちらですね、紹介していきました。はい。ということで次回ですね、次回はですね、フィグマをやっていきたいと思います。で、フィグマもですね、そちらはね、こういうような感じのね、メカプラス女の子みたいなね、そんな感じのやつをね、次回やっていきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。